毎日お越しにに来てるんだよ今までにも何度か同じようなことがあっただけなの朝立ち体制高いところアピースくの <laughs>。朝の会話として、ふさわしいのか果たして今までに何度も見てたのかでも大丈夫。朝立ちって普通のことでしょむしろ健康的でいいんでしょまあ、まさかその普通の現象である朝立ちが自作の主人公には適応されないっていう状況になるとはね <laughs>。ここからヒント得たのかなもしかして伊豆卒さんは 済みなのか確か確に <laughs> 全部お母さんに言うや。なんそういう男の子のデリケートな部分をお母さんに言うのそういう時は、やっぱり、エッチな夢を見てるんでしょお母さん <laughs> なんでちょっと間違った情報を娘に教えるんですか別にエッチな夢じゃなくても立ちますから。いや、夢の内容とか関係なく、朝立ちするもんだ。生理現象だからな。そうなんだ。うーん、そっか。 する時はするのかへえ<ー>何のへえ <laughs> その技術を知ってどんな心持ちなのお前はそんなに見られると恥ずかしいんですけど望みのエッチいやうわそういうわけじゃなくってや,やっぱ高校生彼ものこうじゃないと <laughs> ちょっと余裕ないぐらいがちょうどいいんだからなんだ朝立ち見慣れてるってほっぱらっちまえそんなステータスあのあ,あのあの,あの私 よろしく頼む。その間に俺は着替えるから、朝からバタバタしてしまった。早く着替えよう。だがその前に確認すべきことがある。いや、そうやね。日付確認重要やでこれ。これでまた9月28日とか言ったら、マジで笑えんからな。息を整え、覚悟を決めて、俺はスマホに手を伸ばす。や、なが望みが立ちの悪いいたずらしてねえかな。<laughs> <laughs> 携帯の中の設定入れ替えて、9月28日表記にしてねえかな。もし今日も9月28日の月曜日だったら、それを想像しただけで、心臓が大きく跳ねた。9月29日火曜日。あ、やばった。<laughs> ちゃんと昨日の出来事は現実だし、望みがそこまで 価値の悪いいじめっ子じゃなくてよかったなあのぞみ今日って何月何日何曜日だ9月29日の火曜日だけどなんでスマホで確認してから聞くな？いやこっからは初見の展開が多く見られそうだねまあ通常のエロゲ授業だとそれが普通なんだけどさ <laughs> ちょっとこのカフェステラーの特性上新しい日付を迎えるという現象が素晴らしく特別なものに感じられてしまうわそうだよな29日の火曜日だよなうん何どうしたのちなみに今日のパンツは <laughs> 絶対いるのそのパンツ履き替え事情は <laughs>。これ一緒とかだったら28日の線がまだ残ってしまうの ?1 日目ですちゃんと履き替えてます昨日からなんなの あ、よかった。ちゃんと昨日というものが存在するんだ。<laughs> 何なんだ、この感動は <laughs>。エッチな夢に毒されすぎだよ。しっかりしなさいなんであくまでエッチな夢を見たって決めつけるいや、エッチな夢見てたけど <laughs>。いや、今の質問はそういうことでなくて。これ以上セクハラするなら私にも考えがあるよ。オーケー、わかった。話はこれでおしまいだ。幼馴染みを怒らせると色々と怖いことになりそうだ。もう主に直接的な被害っていうより間接的な被害だよな <laughs>。知らぬ間に縁切られてるとかそういうのが一番恐ろしい。 からな。とりあえず間違いや勘違いではなく今日は9月29日で間違いないんだ実感できた俺はようやく胸をなでおろしたで何なの本当に意味がわからないんだけど気にしなくていいよもう解決したからいやその返答が一番望みにとって気になるだろう <laughs> パンツの使用状況を聞いて解決した発言されたらめちゃくちゃ怖えよ、うん でも、確かに、昨日とはちょっと違うかも。あの、ゾゾゾって変な気配が消えてる気がする。あ、望みの反応してんのって、もしかして青い町のこと言ってんのなんか交通事故の例でもついてきたんかと思ったけど、そういうわけじゃなさそうだもんね。昨日のカンナとの会話的に。もしかしてお祓いしてもらったお父さんは何も言ってなかったけど。いや、お祓いって言ったら、あまりにも物騒すぎるけどね。<laughs> <laughs> でも、よっぽどそこら辺の神社の神主さんがやってくれるお祓いよりも効果絶大なものよ。まだ言ってない。けど、妙な気配が消えたのなら、それでいいじゃないか。うん まあそうだね。戻ったならもう気にしないでいっかな。てか、望みって結構キーマンじゃね青い長の気配辿れるって、なかなか誰にでもできることじゃないと思うんだけど、ハンナのお仕事の手伝いするの,の、望みの方がいいんじゃないそれで、昨日の今日だけど、バイトの方はどうああ、うん。一応手伝ってほしいって、誘われた職場はある。は <laughs> いや、しかもあんな美人に囲まれた職場で、しかも招き猫いるんでしょ <laughs> もう労働環境として文句のつけようがないよ。いや、誘われてるだけで返事はまだしてない。あ,あそっか。カフェで働くイコール、死神の仕事も手伝わなきゃいけないってことだもんね。まあ、それは、おイスレット、承諾できないか。 もしかして、やっぱり紐になるのが理想なの労働環境に不満があるとか、そういう可能性、1ミリも考えてないんだね <laughs>。もうバイトしないイコール、紐になるっていう結論づけちゃうのが主人公のせいなのかそれともこいつの思考回路のせいなのかちょっと踏ん切りがつかなくてな。それに言っておくが、誰でもいいから紐になりたいなって思ったことないぞ。もし俺が紐になるとしても、貢いで欲しいのは望みだけだよ。俺はお前だけの紐なんだ <laughs>。 <laughs> いや、何も変わらんやん。紐であることには <laughs>。でも、女の子、こういうオンリーワン発言に、グッときちゃうところあるからな。謎に。まだ寝ぼけてるなら、往復ビンタしてあげるね。昴成くん、てんてんてんじゃないんかい <laughs>。突っ込む気満々だったのに。どうせ殴られるなら、札束で頼む。なんかタイムリーだな <laughs>。 <laughs> その現場見ちゃってんだよな。別作品で。バカなことばっかり言ってると、骨の髄までバカになっちゃうよ。で何のアルバイトに誘われてるのえ、てか、のぞみもカフェで働かねそしたら美少女まで加わって、なおさら労働環境いいんですけど。で、しかもこいつ料理できるでしょもう絶対厨房に。いや、でもホールの方がいいか。カフェのスタッフ。うん それは意外な勤務先。ブラック率低そうだよね、カフェって。なんか主人公謎にブラックバイトフォイフォイなところあるから、そこら辺も加味して意外だと思ってんのかな。でもいいんじゃないかな。今までと違う職場の方が長く働けるかもしれないしさ。そういうこともあるかもしれないな。カフェでバイトか。そのお店、美味しいそういえばまだ開店してないよね。<laughs> あの店のオーナー何やってんのまだオープンはしてないから、わからない。そ お,おいしいケーキとかあるといいなぁ。食べたいなぁ。こいつあくまで客として来る気だ。<laughs> おい、一緒に働こうぜ、のぞみ。えっと、今までは学園生活が主だったけど、おそらくこの作品はバイト生活が主だから、そのバイト先に一緒にいないと、お前朝にだけ出没するレアキャラモンスターとかしてしまうぞ。太るぞ。一緒にコーヒーも飲むから大丈夫だもーん。頭悪 <laughs> 何の大丈夫なんだろう。何が大丈夫なんだよ。ケーキは甘いけど、コーヒーは苦いでしょあー、もういい、その先喋んなくて。<laughs> バカ 映るからやめろお前だよ、骨の髄までバカになってんの。甘いプラス苦いイコールカロリーゼロ。相反する二つの味を同時に摂取することでカロリーが相殺されるんだよ。じゃあ苦いコーヒー飲み続ければカロリーはマイナスになって痩せるってこと <laughs> 頭悪いな。こういつから太ってくんだろうな、きっと。望みが幸せになれるならそれでいいけどな。<laughs> 突き放すな、お前は。幼馴染としてちゃんと道を正してやれ。 だからしょうががなないいじゃんスストレスをため込む方が良くないのある意味この望みの元気さは青い蝶を寄せ付けない絶対的なバリアになりそうだねこいつがうつ状態になるとか言えないもんななおさら死神の仕事手伝うの望めの方がよくね昴生くんだってきっとエネルギーが足りないから決断できないんだよいっぱい食べて頑張って いや、今、ニーズマ感、ムンムンで、私メインヒロインですよ感出してるけど、俺が主人公、バイト先に通い始めたら、いよいよ望みの出番なくなっちまうぞ。お前も早く、俺の望み通りの行動しろ。ありがとう。いただきます。望みに言った通り、昨日は返事を保留にした。我々のの死神の仕事を手伝ってもらえませんかあ、今度はちゃんとした改装進歩そうだね <laughs>。<laughs> やっぱ決めあぐねているのは、死神の仕事を手伝うっていう条件がネックになってるからなのかな。このカフェでで一緒に働いて欲しいてしんです俺がそれは一体、どういうことだ蝶々の存在 は放置できまませんんちゃんと送りり返すす必要がありますそのためにも、蝶を引き寄せる場所を作りたいんです。あ、やっぱ主人公って、生まれながらにしてネガティブシンキングというか、青い蝶を取り込みやすい体質なのかもね。だからその魔系として活用されると <laughs>。そのののたために店をオープンさせたいいいだだがちょいとつまずいておるのだあ、青い蝶を集める理由って、主人公じゃなくて、店をオープンさせることなんだ。え、何の因果関係があって、蝶のために店、店蝶々は人の感情に引き寄せられます。不特定多数の人間が出入りして、 気持ちがが混ざり合い蝶々を引きき寄せることができますコミケとか行けばいいのにね <laughs>。コミケはダメか。あれは元気な人間がいっぱい集まるもんな <laughs>。精神科病院とか開いた方がいいんじゃないかだったら、それなら駅とかの方がいいんじゃないのかいや、あんな人が絶えず動き回ってる状況でどうやって蝶を集めろと <laughs>。<laughs> ちゃんと人が滞留する場所じゃないとダメなんでしょう駅のの方ががが人はは多いいい移動が早すぎるのだせめて少ししくくらいはゆっくりしないと蝶も気づかないそのためにこのカフェをバイトの経験が豊富でしたよね。 コンビニにファミレス居酒屋での経験もあ、ったはずですあそんな多職種にわたってね <laughs>。え、てか何それ死神ネットワークどこまで知り尽くされてんのなんで俺のバイト経歴を知ってるんだそれは私が死神だからですね。わずる <laughs> その逃げ方ずるくないなんかお前の弱みいくらでも握ってやれるぜみたいな感じ出さないで。担当する人のことを調べて知っておくのは死神として重要なことですからね <laughs>。あ、じゃあそんなに情報をかき集めて接触した主人公でもさすがにウェイ発言は予想外の出来事 すぎてツボにはまってくれたのかな <laughs> こいつまだ面白引き出しあるのかっていう笑いだとかななんか不気味なんだがものすっごく不気味なんだがとにかくその経験を生かして協力をしてほしいんですこれは高峰さんのためでもありますからあやっぱり人を雇用する上でお互いの利害が一致しないとダメだからねそれが何でも叶えるに繋がってくるってことか俺のもし何かあった時そばにいた方がフォローできますからね高峰さんにはもう後がありませんおい怖ういこうと言うなよ <laughs> というかそもそもお前が青い蝶を切りつけなければ人口 無限に生き返れたんじゃないのか。待て、後がないってどういう意味だ。お前は今、世界を崩壊させかねない人間として、神に危険視されている。あ、やっぱり。<laughs> そりゃそうだよな。そんな世界改変とか、バカげたチート能力者を神が無視するわけないよな。場合によっては、この世界から排除されることすらありうるだろう。え、それは何？直接手を下す的な感じなの。それともなんかさりげなく交通事故なり、天変地異なり、そういうこの世の変数のもたらしによって事故に見せかけて抹消する的な感じなの。排除って脅すようなこと言うなよ。脅しでも冗談でもない カンナが言っただろう神は奇跡を起こすような強力な魂を生まないようにしたとだからこそ後天的なケースの主人公は異スな存在なわけだねなんで後天的なそういう体質になったのかっていうのはやっぱり理由があったりするのかな必要があれば神は世界に介入して力を行使するだろうそれが直接的な行使なのか間接的な行使なのかも変わってくるねもし直接的な行使だとしたらこんな猫1匹と死神1匹で対応できる案件なのかカフェステラと死神の蝶